はいえー、皆さんこんこにちは今回はこちら、恒星と惑星について、えー、ということで、えー、ちょっと違いを、えー、見ていきたいなと思います。えー、恒星と惑星、まあ、我々が見ている、まあ、星空、まあ、夜空というのは、まあ、基本的に大部分というのは、えー、恒星が見えています。まあ、9割以上恒星ですね、えー 1> でまあ、約1割が、まあ、惑星だったり、あとはその恒星の一生を終えた、まあまあ、それが何でしょうかね、えー、星ですとか、まあ、あるいは、ね、ブラックホールとか、中性子星とかね、えー、そういうのも含まれて、えー、いるというところでございます。で、恒星と惑星の違いというのは一体どういうことなのかというところが今回の。 えー、ミソでございまして、まあ、基本的に恒星というものは、えー、これですね核融合反応核融合反応が起きているか起きていないかの違いだということでございますただ基本的に核融合反応が、まあ、起きるというのがこれが恒星の特徴熱を自ら放っているで光を放して 放っているというのが恒星なんですよね。で、恒星にもですね、結構種類が大きく、えー、分かれているわけでございます。で、一部核融合反応が起きている惑星というのも実はあるんですよ。えー、これもちょっと紹介させていただけたらなと思います。えー、ちなみに惑星のあの惑星のない恒星の中で最も質量が軽いと言われているのは えー、この赤色矮星と言われているものでございます、えー、この赤色矮星がまあ最低質量ということになるわけでここから初めて恒星と呼ばれますね、えー、これよりも質量が軽いとまた後ほど紹介しますけれどもそこの分類というのは一応恒星ではなくて惑星、えー、という形になるということなんですねここの境線というのが一応まあ存在するということでございます えー、この赤色矮星というのは非常に、えー、寿命が長いというのが、えー、特徴で、えー、プロキシマケンタウルとかね、えー、プロキシマケンタウリとかね、あのー、ケンタウル座にあるあの恒星というのは基本的に赤色矮星に属しています。なんで寿命が長いですね。えー、まあ、長い構成でいうとね。えー 100億年とか200億年とか、まあそういうね、果てしなく長く生きるものもあるということでございます。で、ベテルギウスのように、あの質量が重い星っていうのは寿命が短くて、4500万年とかね、5000万年とか、そういう形で一生を得ることが多いです。で、次になんですけども、えー、まあ、 質量が、まあ、重くなっていくいうように話すと、えー、V 型子系列星というのがあるんですけどちょっとね貼るの忘れたんでね、えー、一応ここに V 型子系列星というのがあるんですよね、えー、ここに、えー、この間に V 型の子系列星というのがあります まあこれは特にあの出てくるあれはないので、まあ、省かせていただけたらなということでございますけども、えー、次に質量が、ねえー、重くなっていく、えー、構成というのがこれですね、えー、大色媒性と言われているものでございます。はい 外色矮星でございまして、または K 型死系劣勢とも言われております。で、ちなみにこの赤色矮星っていうのは、これ M 型の死系劣勢とも言われてるらしいですけども、まあそのあたりはね、あれですけども、まあ一応こういう分類も一応存在はしているということでございます。そしてその次に重いっていうのが、これが G 型子系劣勢ですね。はい。すいません、斜めになってしまった。 G 型の死刑劣勢ということなんですけどもでちなみになんですけども太陽というのはこの G 型死刑劣勢に入りますえ、ね、まあ太陽をまあ基準と見た時に少し質量が変わる大体0.5から0.8倍がこの K 型死刑劣勢になるらしいですで、まあ、太陽とほぼ同程度の質量を持つ構成というのは G 型死刑劣勢に入りますね さらに少し重くなるとですけども F 型死刑劣勢というものがあります、えー、こうなるとだんだん色がです、ね、黄色っぽくなってくるんですね、えー、黄色,黄色 y 星とかも言ったりするんですけど、まあ、この辺りはあまりあれですけどねでその他 A 型死刑劣勢 B 型死刑劣勢というのも、まあ、一応あるんですけどねそして最終的にはですけどもこれ えー、生殖外星です。大型式刑星とも言いますけどね、もともとベテルギウスはこちら、生殖矮星に入っていました。で今現在はね、えー、質量がどんどん軽くなっていて、その代わりに、えー、巨大化してますよね。えー、赤色超巨離とも言うんですけども、で今この生殖矮星というところになります。で、こう見ていくと、あの温度の関係で色というのが変わっていくんですね。まあ、ガスバーナーと一緒なんですよ。えー 不完全燃焼と言ってですね、色が赤っぽいと、えー、基本的に燃え方というのは弱いです。なので温度も低いです。ただ、青色の光というのは完全燃焼といいまして、えー、青白くなるほど温度というのは高くなっていくわけですね。えー、ですので、この順番に温度は高くなっていきます。で、この分類分けというのをですけども、スペクトル分類と言います。えー、スペクトル分類と言います。 まあ、あるいはスペクトル型も言ったりするんですけどもスペクトル分類ということでございますね。であの一応この構成の,、まあその分類分けで見るというところでルツ、えー、シュプルングラセルズというものが、えー、あるんでございますけども、まあ、それで主刑列車の組み分け方というのは変わってくるというわけでございます。 で、ここで出てこなかったものがあってですけども、それがまず白色矮星です、えー。シリウスですね。あの、シリウス B。ね。えー、シリウス A、シリウス B と、えー、2つあるんですけども、えー、シリウスの1つは、ここ、生殖矮星です。で、もう片方は白色矮星なんですよ、えー。シリウスって実は連星でして、えーまあ、皆さんが見えている方は、 シリウス、ね、え、A ということになるわけですけども、まあ基本的に冬の大三角のね、一角を担っているわけでございまして、A 型の主系列星ですね、え、ここです、ここ。まあ生殖外星に近いっちゃ近いんですけどもね、まあちょっと青白く輝いている星ということでございますけども、 えー、シリウス A、シリウス B。シリウス A というのが、まあ、基本的に見えているのが、この A 型主系列性。そしてシリウス B というのは、この白色矮星というところにこう入る、えー、ものでございまして、えー、これが冷静となしているわけでございますね。えー、シリウス B ももともとは恒星でして、それを一生終えて、今現在は白色矮星ということになっています。 えー、この白色矮星っていうのはどんどん、えー、色を失っていって、最終的には黒色矮星というものに、えー、生まれて変わっていくというわけですね。あとしばらくの間は白色矮星として、シリス B は輝いているということでございます。当然白色矮星も矮星と言っていることですから色が輝いておりますね。えー、質量が、えー、かなりこう、ねえー、失いつつあるという状態なだけで、あとまた核融合反応が起きていないというところで、 えーまあ、惑星とも恒星とも分類されないものということになりますねそしてさらにですけども褐色外星さらに、えー、もう一つ準褐色外星というものがありますね、えー、褐色外星と準褐色外星一応並べさせていただきますけども基本的にこれステロの重さの関係の、ねえー、違いで、えー、こう分けられるだけなので、まあ、この辺りというのは基本的にはものは一緒です、えー 木星の質量というのが基本的なんですけども木星質量よりは重いそして太陽質量は軽いものということになるわけですね、えー、基本的に太陽というのは G 型子形星なので太陽よりも、えー、当然質量が軽い構成というのはこんな感じでまだ3つ分類があるわけですけどもこの生殖外星よりもさらに質量が軽くなると活色外星あるいは潤滑色外星と言われることになります潤滑色外星は木星の質量よりも、えー、重いわけでございますから 木星よりも重いということでこちらホットジュピターなんていう言い方もされているわけでございますね、えー、ケプラとかっていう皆さん構成して、ま、あの惑星してますかねあのあたりっていうのはね、えー、このあたりにこう分類されています基本的にはこの褐色媒星っていうのも実は核融合反応っていうのは起きているんですよ重水素の核融合反応が起きていて、えー、この太陽とかこのあたりっていうのは軽、えー、水素の中、えー、核融合反応が起きて いるんですね、核融合反応自体が起きているので Y 星と言われているということなんでございますけどね、まあ、その辺りの分類が細かい分類し、えー、仕分け方なんですけども質、まあ、料の違いで、まあ、こう呼び名が変わってくるだけということになりますけどね。えということで今回はこの構成と惑星,惑星のまあ違いなんですけども結果的にまとめると核融合反応が起きているか起きているかというところなんですけども。 ただ一部においてはね、えー、構成から外れるもの、えー、例えば褐色矮星とか純褐色矮星は、これはね、一応惑星には一応分離されるんですけども、まあ、これも一応核融合反応は起きてます。あと白色矮星もね核融合反応はまあ起きてはいないんですけど、矮星とついたり来ないですからね、えー、構成は別名、ね、矮星とも言われているわけでございますけども、これはちょっとね、えー、また宇宙の話で、またちょっと難しい話になるわけですけども、まあ、このツイートはね、うん。 本当難しいんですけどね。ということで、まあ、この辺りっていうのは、ここでは、こことか、中学校ではあまりならない、えー、まあ、ところということにはなりますけどね、まあ、宇宙についての話、えー、まだまだ、えー、深い話はたくさんありますので、ぜひぜひ動画を確認していただければと思います。